私に任せてちょうだい。ゴッドスマッシュをお見舞いしてあげるわ。明けましておめでとう。カルタ対決。遊びといえど、クォーマ族の名にかけて負けるわけにはいきません。新年初爆裂を打たせてください。おい、めぐみ、頼むから顔に変なものは書かないでくれよ。新年はのんびりこたつで祝おう。このスマ、みんなサイズもバッチリね。さすが私。お前ってマジで器用だよな。振袖なんて大層なものをサクッと作るなんてさ。いやー、それほどでもありますけど。あまり動きやすいものではないですが、悪くありませんね。これを着て爆裂魔法を打てば、いつもより威力が増す気がします。カズマの国では常日頃からこんな衣装を着ているのか。いや、振袖は正月とか特別な日だけの装いだ。じゃ、改めて正月の挨拶といきますか。さっき教えた通りに言うんだぞ。せーの、新年明けましておめでとうございます。さあ、お正月の挨拶が済んだことだし、この後振袖を着てやることはただ一つ。そう、羽根つきよ。羽根つき？小さな板で羽根を打ち合う正月の遊びだ。落とした方は罰ゲームとして顔に墨を塗られることになる。顔に墨を。どんな屈辱的なことを書かれるんだろうか。実に楽しみだ。ぜひやろう。ええ、カズマの体に今一度聖剣エクスカリバーの文字を刻み込んであげますよ。顔に落書きだって言ってんだろ。体はなしだからな。ねえ、落書きも悪くないけど、カズマが負けたらお雑煮を作るってのはどうかしら。お雑煮ね。ま、それくらいなら別にいいけど。お雑煮ですか。楽しみですね。俺が負けること前提で話さないでくれ。まあまあ、それでは始めようか。勝っても負けても最高に楽しいお正月の勝負を。はぁ、正月くらいはのんびりしたかったのに。あー、もう仕方ねえな。このそば